はい、それじゃあ ASA ズリアルやっていきたいと思います。ロックー、しかし、何行く所定。王剣か、うん、まあ王道のファントムあたり。いや、王剣ファントムがまあ丸いから、そんななくていけんのかな、このキャラ。おいおい、俺リーサルテンポだぞ。おい、あおい、リーサルテンポやぞって。おい、相手もびっくりしたんじゃん、リーサルで。行くか、行くか、やろうぜこいつ。あ、2か、2だ、やめとくか。やめよう、いけるな、それ。あ、ま、遅かったの反応が。アブリューとかいらねえよな。うん、W はいらんよ。いらんよな、普通に考えて。うん。ナッシャー、ナッシャー、フリットなくてダメージ足りんのかな。ナッシャー、ナッシャーはナッシじゃないな。ありだね、ありより。とりあえずファーストストライクの強さ出たな。ファーストストライク、ファーストストライクじゃねえ、インサリンテンピ。待って、こいつエース界隈じゃねえ。あ、なんか死んだ。エース界隈だこいつ。エース界隈だよな、エースの速さが。やべえ、エース界隈だったこいつ。こいつマジ生っ粋のエース界隈だこいつ。やばいビルドの界隈。リーサルテンポや、お前もリーサルテンポなんかい。こいつやべ、ダガー初手やし、ダガー2本積んでる。うん、それの負け、もしかして俺。ダガーギャップ、ダガギャ。エース界隈っす、そうだ。やべえ、あいつ会長あの動画見てやがる。一番強いエースチャンプなんだよな。エースティアーゴッドのバルス使ってくるなんて、やるねあいつ。気づいてなかったな、エース界隈でやることに。あいつナッシャー行こうとしてる。もしくはルナハリ。ルナハリ処置は運か。うお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 、殴れ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 、うお殴れ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 、こっちの映像が強いよな。なんたってルルがいるからな、こっちには。残念だったね。エースギャップ、エースギャップ、エースギャップ。アクション来てます、アクションが来てます。なんとかなれ、なんとか。残念でした。本体がいます、エース、うん、エースって無理じゃ無理なんだよね。欲しかったかコッパルス君、君もルルカユーミがいないとダメだよ。あー、お金差ついちゃった。うわ、王剣入る、王剣でっかいぞ。入ったらこれ通れなくなるのかな。おお、強い、かっこいい。うえ、やぶねえ。アクションが来るぞ。この硬直に合わせてウルト打つというね、このさっきからやってるんですけど、これ強いっすよ、地味削り合い。エース入りました、エース入りました。PC の硬直に合わせてウルトラ打ってあげてくださいね。このように出るんで。X カードの妹ってあいつじゃん、誰だっけ名前。見たことあるね。
ドラゴンを攻撃。誰だっけな、なんか資格取った方が世のためですよみたいなこと言ってゲームやめた人じゃん。当たり前のこと言っとる人なんかトゲあるな、なんだ。いやいや、トゲないっすよ別に。俺は応援してるけど。俺も応援してるよ。うん、好き。敵チームがリフトヘラルエンゴール。まだなくなるからスタックのためどこがむずいからウルトで貯めることにしよう。賢い、大事だ。いやこれな、エズだから仕掛けられねえ、怖くて俺ビビってる。いやー、俺ちょっとビビったね。俺ビビってるよね。今はいけたと思う。これチャンス、これチャンスだね。チャンスチャンス、死んでる。やっぱエースだな、強えわ。パワーがある、圧倒的。あ、アクション上がってくる。当てるやろ。天国だっけ、どこだっけ。エルダイク、エルダイクか。やべ、すぐマナなくなるな、マジで。はい、どこ。お、いいがねえんだよな。早いね。早いね、結構君。やるね。やれる系。エースの新入りいいな。いいね、新入りくん。新入りくんやるじゃん。できそう、できるね。ね、悪くねえじゃん。例えばウルトから入るの大事だね。あとファントマイルトで。ミッド2本ない。あ、だからタワープレートまだあんのか。変わんなくて、もう7分30か。ないなる。ボットレーンのタワーが攻撃されています。タワーが破壊されました。敵はどこだ。タワーなくなりすぎだろ。うん、なくなった。あ、タワー取られる。あ、まずい。あ、勝手にサイド入るから。逃げてるか、逃げてるか、逃げるか。シャンアーク、なそう。よー、ナイス、軽やか。おい、エースの前に何しに来てんだお前ら。あー、足出して。いいね、当てるわけねえだろビッてんな。次何、あー、あれじゃない、射程伸ばしたくない、まぐれていくじゃない、伸ばしたい。あ、前振りからの、うん、あ、もう見えた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 。強いわ、めっちゃ強い、めっちゃ強い。これルシアン理論、コーンが硬そうだな。オンオン MR しか言ってない。お前これ使ったらスモークね、スモークね。おうおう、スリース早くない。早すぎる、早すぎる。タロソ、タロソが浮いた。あ、絡まれてる。あ、広い。意外と Q もダメージ出るわ。出る、ちゃんと出る。え、これ待って、もしかして強くない？普通にやるより強いのでは。実は。ねえ、だってこんだけ DPS、 DPS 跳ね上がりやで、これ。
ニューメタかこれ。え、で新しいメタかも。ニューメタ来た。来た。やべ。神のアイテム。何してる？けどキンキンキン。キンキンキン。死んじゃった。けど。いや、ルナハリ欲しくなってきたな。ノイス！戦わなくてもいいな、これ別に。戦えるか？カイティング、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 カイああ、回転ぼやー。回転ぼやー、おい。上がって、さえ、こいつ。はい、いや。もうめっちゃ軽やかに出る、ね。うん、出る出る。A のあれいいね、モーション。モーションいいよ。悪くない、悪くない。音もいい。もう音も好きだ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと。いけ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 い。エースー。軽やか、軽やか。エコ、絶対強いわ。エコ、マジ強い。来た。いや来た。え、メタだこれ。ついに。トップティアですこれ。これ開いちゃった扉。まずい。まずい。やりすぎた。許してください。これ俺死ぬ？出ていい？やだー。死にたくない。やだ。生きて。頑張れ。ダメだ。うわー。ああ。シャットダウン。敵のタワーを破壊しました。これは熱い。これガチじゃん。これね、ガチっす。最後何行こう。最後は AP1 枚か。衛星ズリアルのこれあるよ。だって今日もダメージ出るもん普通に。だったら殴った方が強い方が強いよな普通に。うん、ナッシャーウィッツ。いいか。ナッシャーウィッツ。え、全然どうしよう。Q のダメージはでも上がるぞ。その辺に行けば。ああ。ちなみにさ、これ Q でリーサル溜まるもん。溜まるわ。さすがオンヒット。オンヒット。もうさ、溜めやすいぞ、リーサル。溜めやすい。間違った。はい、いや、ユズのエース早すぎるのおもろいね。これ。見たことない。見たことない空気で。エズじゃ見たことない。あ、あだっち。あだっち。こっち。ケイソが。ああ下のウェブやばいかと思って、ね、何つったこいつなんださっきから絶対殺すもん殺せない。存在持ってる。なんかエースってさ気づいたらお金持ってるんやな。何でやこれマジで塩戦い。なんか気づいたらフルビアねんけど、なんで？買い物してないからです。買い物を忘れるぐらい楽しいってこと。どういうこと？うん。エンチャントは普通にあれでいいんじゃないかな。見慣れねえ挙動してるまして。
まずいか。もっとまずい。危ねえ。戦えないなっつった。ここは冷静に俺は帰り。お、お、待って、味方勝ってね、めっちゃ。なんかね、ブラッジに、ブラッジがいい。ブラッジもさすがに、バックスワッチゲームで。うぇー。バックスワッチゲーム。21キロやー。いや、強いわ。強い。え、マジで強い。え、エズリアルのね、限界到達してるかも、これ。やはり。あ、これ終わらん、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 終わらん。普通に終わらんわそれ、うん、バロン行こうか、うん、バロン行こう、終わらんわ、さすがに終わらん、さすがに終わらん、いや危ない、本当に終わらんかったかもな、いや終わるか、うん、いや終わらんな、これね、いや、うん、危ない、うん、危ないから、危ない危ない、普通に危ない、リスクを取る必要がない、うん、ないない、勝てるゲームだから、うん、これリスク取る必要がない、これ勝てるゲームだから、これでバロン取られてエルダー取られるのが一番良くないから、よし、これでね歯茎を出さない、えらいね。うん、21キルしとる。こんなふざけた見た目で。いや本当に強いよこれやってて思う。だってエースには珍しく長射程で戦える対象。スキルが強い。スキルが強くなっちゃってる。9普通に出る、出るでしょ、普通に強い、ブリンク持ち、ブリンク持ち、どうすかこれ、フラット強くね、最強いるね、敵も2人しかいない、あー終わるか、終わるこれ、消えたさすがに終わる、伸ばしてもな、もうしゃあないみたいなとこあるか、倒れ、流れいい、いや、つえパワー、つえマジか、なんで気づかんかったこれ、いや正直気づいてはいたけど、うん、出すのが怖かった。やっぱ革命だ。これ力がありすぎて怖かった。出すの。マジか、21キル、23キル、5万2千生ゲ。で、最強じゃねって言ってた、あの、ブラッタメ2万っす。レベル違うっす。いや、ご視聴ありがとうございました。こんな、ところにこんな逸材がいたとは。APS、AS エズリアルでした。ランクイン、AS 界はランクインです。エスティア、ついにエスティアです。素晴らしい。ね、よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。